はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。なんでデラックス複製ちゃったというわけで、予算別複製車両の作り方を説明していきたいと思います。まずね、複製をするときにどの車を複製すればいいですか、スーパーカー複製すればいいですか、デラックスを複製すればいいですかとかあるので、まず第1位の車両をね、紹介します。アリーナの車両で石井レトロカスタム、まあ特に宇宙のやつがね、多分一番人気だと思います。これ売却するときにめちゃめちゃ高額なので、これはかなり人気があります。しかしね、この車両を作るにはアリーナが必要になる。そしてね、アリーナに整備士も必要になります。さらに、カスタム代金結構かかりますね。それをね、まあ予算別というわけで、自分が持っている金額とね、こうね、合わせてみて、じゃあ自分はどの車を複製しようかなっていうのを今回の動画で見てもらって、じゃあレジレトロカスタムとか違うものがいいのかなっていうのをね、参考にしてもらいたいと思います。まずはアップグレードだけでね、100万以上使います。これだけでも結構な金額で売れます。アップグレードした金額の半分の価格で売ることができます。なので予算が少ない人は単なるアップグレードだけでもいいです。そしてカスタム代金っていうのは、とにかく一番高額なものをとにかくカスタムでつけます。そうすることによって、カスタム代金の半分の金額が売却の価格に乗っかるという仕組みで、まあもう見た目とかはね、結構ひどくなると思います。基本的にね、かっこいい車も、とにかく高いカスタムをつけるとめちゃめちゃね、へんてこな感じにはなると思うんですけど、売却目的ならしょうがないっていう感じです。またカスタム項目によっては、これはねカスタムしても売却金額に乗らないとか、いろいろあったりはするんですけど、もう細かいことは気にせず、どうせ複製して売却してお金を稼ぐので、ケチケチせずにとにかく高いものをカスタム入れてください。まあ特にね、アリーナの車両っていうのは、まあ金色とかね、ペイントとかね、全部お金で解除することができます。しかし他の車両っていうのは、ランクとかね、いろいろな条件をクリアしないと、まあ解除しないとペイントができないとかっていうのもあります。ではね、このように一種レトロカスタムはとにかく高額なものをつけました。気をつけたいところは、この槍みたいなのがねついてる状態、これ結構危ないので、危ないと思ったらこれは外しちゃってもね、ほとんど売却金額には変わりはありません。というわけで460万ドル程度かかりました。また時期によってはカスタム割引っていうね、項目がついていたりすると、このねカスタムするのにも割引だし、売却にも割引っていう感じになっちゃいます。なので複製した車両がちょっと価格下がったなっていうのは、割引期間中っていうことが多いですね。では第2位、エレジ RH8 をアップグレードしたエレジレトロカスタムです。これは1世代前ぐらいにね、人気だった車両で、今でも人気あります。結構見た目もね、かっこいいカスタムができる車両なので、フルカスタムをしちゃうとちょっと残念な見た目になっちゃう可能性があります。しかしね、売却目的っていう時はもう割り切って、もうギラギラしたやつつけたり、ガチャガチャしたのをつけてもしょうがないです。これはね、もうドキュンかもしれないけど、高額売却目的っていう時はしょうがないって感じですね。そしてアリーナの車両と違うところは、このベニーズのエレジ RH8 をアップグレードしたエレジレトロカスタムなどは、ランクとかまたは自分のね解除項目によってカスタムできないものが出てきます。イッシーレトロカスタムの場合はお金を払えばとにかく高いものは付けられるんですが、こういったね他の車両に関しては、自分がランクで解除してないとゴールドが付けられないとか、まあ、そういったところ出てきますね。なので自分のねできる限りの高額なカスタムをつければいいというわけで、ペイントの解除などは、まあゆくゆくね GT をいろんなのねやってみて、徐々に解除していけばいいかなっていう感じあります。なのでこの見た目、どう見てもねちょっとおかしい感じになってきますけど、これはもうお金の塊だと思ってください。というわけで、エレジレトロカスタムはフルカスタムにかかった金額約185万ドルです。今ちょうど撮影の時がカスタム割引期間中なので、実際にね他の割引期間じゃない時だと190万ドルちょっととかねかかったりすると思います。というわけでね、第2位の車両エレジレトロカスタムでした。では第3位、これは
カスタムによっては結構かっこよくなると思います。サルタンをアップグレードしたサルタン RS です。これは2世代ぐらい前にねめちゃめちゃ流行った複製の車両で、かなりね画期的な車両でした。今でもねこの車両結構ね使ったりはします。見た目がかっこいいからですね。では実際にサルタンをアップグレードしていきます。アップグレード前は4ドアなんですけど、アップグレードすると2ドアになるといった車両ですね。ではアップグレードにかかる金額、ここでねちょっとね参考にしてもらいたいと思います。本当に予算が少ない人向けの車両となってくるので、例えばここでアップグレードだけ、これをやっただけでも35万から40万ぐらいのね車両になります。これだけでもね。そしてさらにね複製車両の特徴、もう見た目関係なく高いものをガンガンつけていきます。もうねとにかくつけまくってつけまくって、何のジャンルなのかわかんないような車両なんですけど、このままねラリーカーなのか何なのかよくわかんない車両にしていきます。どんどんねつけます。高いものをどんどんつけます。金色もつけます。あっちこっちね羽もねボーンってなってるのとかね、ホイールもバーンってなってるのとかね、すごいいろんなの何でもつけちゃってくださいっていう感じでね、ボディーペイントも結構奇抜なのあります。こういった感じでねガンガンつけて、高いものをつければつけるほど高額で売れるような車両となります。こういった感じで見た目は最終的にこのようになってきます。かなり奇抜になります。しかし高額になります。こんな感じでね、実際にこういった車両が走ってたらびっくりですね。だけども高額で売れます。タイヤもねこういったリボンをね高いものつけちゃいます。もう見た目関係ないです。というわけでね、高額で売れる車両の第3位サルタン RS です。これにかかった費用は約162万ドル前後、これ、割引期間以外だったら170万ちょいぐらいかかるかな。で実際にねこの3台の車両をこれから複製していきたいと思います。本物の金額、オリジナルの金額と複製された車両の違いも見ていきます。では現時点でできるソロの複製、めちゃめちゃ簡単なのでこれやっていきます。まあ、この複製の手順はね説明欄や固定コメントでね確認してやってみてください。まず、このねプリプリお姉さんを助手席に乗せます。で車両アクセスをね乗客にしておきます。今は車両を挟んだりとかもせずめちゃめちゃ簡単になってます。そしてね1分ちょっと、まあ超早いと1分10秒くらいで複製できるのかな。で右のドアを塞ぐようにして、このまま、このね車両を置き去りにします。しかしねこの置き去りにするときに気をつけなくちゃいけないのは、銃を構えて銃を1回撃つ、そしてね隣の女性が怯えているのを確認しなくちゃなりません。ここはちゃんとできていないとダメですね。で三角で降りて車両から女性が降りない状態、これは右のドアがね確実にね塞がっていないとこうなりません。そして MC プレジデントで犠牲車両のファギオを要請します。必ず離れた位置に行かないとダメです。でファギオを要請します。 2、3秒経ってからね複製したい車両が入っているガレージに入っていきます。では今回一番人気の石井レトロカスタムを実際に複製していきます。今カスタム割引期間中に作った車両を実際に複製して、コピーがいくらなのか本物のがいくらなのかを見ていきます。複製したい車両に乗って外に乗り出します。そして機動作センターのところでね右の扉がね塞がってる車両、これを後ろからドンと押すと中の人が外に出れば、ここでねエレジー、ハレーちゃんたちが消えるとさっきのファギオがこの石井レトロになりましたよという判定になるので、2、3秒してから機動作センターの中にこの車両をしまう。これで保存完了です。では今乗っている車両が複製されたコピーされた車両なので、実際に、アリーナでもね車両が売ることができますので、そこでねちょっと価格とか確認したいと思います。普段はロスサントスカスタムとかでも売却できます。でアリーナの中にねこの車両をちょっと入れて、実際に複製された車両と元々のオリジナルのね本物の車両はいくら差が出るのかっていうのを見ていきたいと思います。ではね適当にちょっと、他の車両と入れ替えて、実際にこの車両を売っていきたいと思います。そしてね売る時の注意点ですね、売却制限っていうのがありますので、
1日ゲーム時間ではなくリアルな24時間で1日3台まで、そして、それぞれ1時間半の間隔を空けるっていうのが一番安全な売却の方法となります。実際このコピーされた車両を今売るとこのような金額となります。これはね、製作された時期、割引カスタムのねある時期とか、またはね割引期間中であると売却の価格がちょっと下がったりします。こういった感じで複製した車両っていうのは売却をしてお金を稼ぐというのが複製の、車両で稼ぐ方法となります。では本物オリジナルの金額見ます。オリジナルの金額はね若干高くなりますね。これは本体の代金がちゃんと残っている状態です。複製された車両っていうのはカスタム代金だけが、乗っているっていう状態ですね。ではね、次の車両もね、複製していって実際、複製するとちゃんとね価格が乗るのか、また、よくある質問で PC 版もできますかってあるんですけど、基本的に PS4 とか Xbox One での複製の手順は PC 版はできません。なので PC 版には現時点で唯一1個ねできるのがあるので、それも固定コメントに貼っておくのでそちらだけですね。物件売却や車両複製は PC 版は基本的に同じものはできません。 PC 専用の、車両複製が1種類だけあるっていう感じですね。では女性を乗せたら、右の扉を閉じた状態で女性を一度脅して車両から降りる。そして MC プレジデントでファギオを要請。間違ってオプレッサーとか呼んだらもう一度ねファギオ呼んでください。じゃないとねオプレッサーのそのままでやっちゃうとねオプレッサーが犠牲者になっちゃいます。では中に入りエレジーレトロカスタム複製していきます。このようにねギラギラした車両でね羽もバーンってなってすごいですね。この車両を複製します。後ろからドンとねついてあげると、車が消えてナンバーが変わります。変わってから 2,3 秒してからね車両を一度ね保管してください。早すぎるとね、保管がねうまくいかないとかね複製されてない反転になっちゃうと困るので、必ずねLH8が消えた後 2,3 秒してからね入れてください。ではコピーされた車両今乗ってます。この車両をね実際に売るといくらになるのかっていうところを見ていきます。ここで連続で売却しちゃうと制限にかかりやすいアカウントになってしまうので実際には売りませんが、ここでね価格は確認できます。このように複製された車両金額がこのようになってますが、割引期間外であれば97万ドルぐらいまで上がります。なので複製をねする車両を作る時期とか売る時期によって価格が微妙にね前後するっていうのを覚えておいてください。そして本体の代金、本物オリジナルの金額は本体代金が0ドルの車両だったので基本的に複製もオリジナルも変わりません。では第3位のサルタン RS をこれから複製していきます。今あるソロ複製でどうしてもねできないとかっていうのは一つ一つね手順確認してください。女性をね右のね扉のところ、助手席に乗せたら右の扉をしっかりと、閉じている状態にすると、そして車両アクセスを、必ず乗客にする。これがちゃんとねできていないと女性降りちゃいます。でね必ず脅してからね自分で降りないとこれもね女性出てしまいますね。ではこの状態からファギオを必ず要請、要請してから 2,3 秒してから複製したい車両の中に入る。こういった一つ一つの条件をよく見直してください、失敗する人はね。ではサルタンあれですね複製していきたいと思います。見た目はかなり奇抜です。この車両そのまま後ろからドンとついて車が消えて 2,3 秒してからねこの車両を機動作戦隊にしまう。今乗っている車両が複製された状態の車両です。この車両アリーナの中に入れてね実際、売却の価格も確認していきます。よくね動画の解説ではまあ複製した車両を、最後ね売却するまでっていうところはねあまり映していないものが多いので、複製した車両がどこ行ったの、複製の元はどこに行ったのって結構ねコメントもあると思うんですけど、基本的にね複
製元も複製された車両も別にあんま気にしなくていいです。複製した車両を複製してもいいし、またオリジナルを売っちゃっても大丈夫だしっていう感じでね、ほとんど変わりません。なので複製された車両、ほとんど今複製してる人はオリジナルがどこにあるかっていうのはほとんど覚えていない人が多いと思います。というわけでね、本体のね代金が安すぎるので、コピーされた車両も、オリジナルの車両もほとんど変わらないというわけで、これがサルタンレスですね。本当に予算少ない人はね、アップグレードだけでもお金になるんだよっていうのもね、ちょっと参考にしておいてください。そしてね、これなんでデラックス複製ちゃったというわけで、高額売却できる条件まとめです。よく、ある質問です。デラックスを複製しちゃった、高級車複製しちゃった、前頭の複製しちゃった、でもなんか売ることできなかった、どうしたっていうのがあるので、基本的に高級車とか、そういった車両は複製してもほとんどお金になりません、または売れないと出ると思います。そしてデラックスが超高額なので、これ複製すれば儲かるんじゃないってよくあるんですけど、これもまた儲からないですね。オリジナルは売ることはできます。しかしコピーされたものは超定額なやつになりますね。そしてアリーナの車両が条件の一つとなります。条件1は、アリーナの車両なら何でもコピーしても、複製して、高額で売却することができます。または予算が少ない人は5万ドル以下で売られている車両で超高額なカスタムです。だからLGR88アップグレードとか、こういったね、ドンク、ファンクションなんとかとかね、スラムバンとかね、またはね、この辺のね、トルネードとかサルタンとか、5万ドル以下の車両でアップグレードして超高額なカスタムです。だからベニーズ車両ならいいってわけじゃなくて、5万ドル以下の車両です。そういった感じでね、アップグレードだけでも稼げるっていうのをね、参考にしてもらえれば、予算が90万ぐらいしかないよっていう人もね、できる可能性が増えると思います。こんな感じで複製する車両の、作り方と売却の仕方と、注意点でした。よかったら参考にしてみてください。